大丈夫うん。うん。だからみんな心配してるよ。ど、何の心配いや、佐野さんは最近飲み過ぎなんじゃないか。心配しますよ。ちょ、ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って。あの、そこに、サ野さん、そそ最近ってつくのがおかしいの。うん、ずっとでしょ。最近、ずっと、それはずっとね。それはもちろんずっと。うん、それはもちろんずっと。うんうん 別に、だから、最近とかはないじゃん。あ、そうなのうん。いくつ頑張って配信やってんのんまあ、ぼちぼち、やらさせてもらってますね、うん。頑張ってね。はい。何人来てんのいや、俺らのとこ、20人、20、30人ですよ。えつなっかそっか。だ、今日、 サルさん、サルさんのとこで、売買させてもらおうかなと思って、うん、来たんだけど。あ、俺んとこで <laughs> ダメなの俺んとこのリスナーは、そんな、まあ、エクソがどんな放送やってんのかは、みんな知らねえだろうけど。うん。まあ、でも、認知、認識してるのは、何人もいるよ。あ、ほんとですか だってエクソエクソってもうだって俺エクソ上がってくるって一言も言ってねえのに声聞いただけでみんなエクソで分かってんだからああありがとうございますはい。ほらでそのさあの僕、うん、いっぱい今治ったんだよはい,いやあのさ ちょっと待って。さん、さん。男が男に、僕、梅毒が治ったんでって。<laughs> お前、な、何をやろうとしてんの俺に。<laughs> やめろよ。おい。やんだやんやめろよ、ほんとに。いや、佐野さんが、だいたいさ、梅毒、梅毒って。俺のこと言うから、自分がばらされたんじゃねえかよ、やった女によ。なんだよ。そうなのばらされてないでしょ。でも。 いいじゃないですか。それはしょうがないですか。いや、いやいよ、いよいいよ、それは。だから直したらいいんだ。ね、それは、可愛い,い女の子の、ホールがあれば、ゴム、ゴムなしでインサートしちゃうでしょ失礼します。何が、うん、ホールがあればとか、いつもそういうさ、穴をさ、<laughs> 穴って言えよ。なん <laughs> だよ、ホールってよ、お前はよ。いや、ゆるーく、ゆるーくやってるんですよ、あ、おめえよ、ね、飲んでんな,くないやろ、この野 うそちろそろそろ飲んでしょ俺はもちろん飲んでるけど。まあまあ。で、あのー、<ん>あのー、今月大阪行きますんで、よかったら、飲,飲んでもらえます僕と。よければ。え、イドとなんだろう、梅毒治ったっつってんじゃん。 か治なお、確定事項がないと嫌だよ。あ,あそれはちゃんと、あの、医者の診断書あるんだよ診断書っていうか証明書あるんだよそれを持っていきますよ。<laughs> まあまあ。で、<laughs> な、なんでじゃ逆にね、サラさん、僕がバイドだったら、なんでサラさん飲めないんですか何もないじゃないですか。いや、んなんか、なんかさ、その、ないでしょ違う違う。 あの、考え方の問題なんだよ。うん。エクソは、こいつ怪しいなって思う女でも、行っちゃうやつなんだ、みたいな。いや、でも、それ、しょうがないじゃないですか。うん。だから、行くんだ、って。うん。行ってしょうがないですよ、だって。あ,あ、そう。俺は行かねえけどな。若い、若い、かわい可愛いお姉さんが、 思った、カッパンしたらそろそはインスタートするでしょそれはねえ。なんで自分にカッパンしたのかをまず考えないいや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 。え、自分がすごいモテ男だと思ってんのそれはわかります。思ってるんでしょ思ってなでしょ,でしょそれは思ってるんです。はい。いや、なんかおかしいなとかあるじゃん。うん だから俺なんかもよくあのー、放送やっててあのコラボとかしてああと外配信、うん、外配信っていうか外で知り合いなんかうなちゃまんさんですよねって女子とかに声かけられるけど、はい、おおーって言うけどまあ普通に対応するだけでそれ以上深入りはしないよ 何やってのやどんなことやってって僕がだか、ああ、そうなんですかそれはやっぱり、さんさんもある程度、やっぱり、ある程度っていうか、やっぱり有名な配信者じゃないですか。そこで、女性、うん、に対して変なことができないっていうのが分かるんですよ。うん、僕は、ね、前から言ってますけど、ね、ホールがあればインサートするってタイプなんでって。うん、そうなんです、僕は。はい。 ただ僕は、しんちゃんと違って、しんちゃんと違って、風俗で病気を薄われた、薄されたわけでもないので。はい。多分、佐野さんより僕の方がインターネット上の配信ではモテると思います。俺よりはい。 はい。エクソの方が。全<ん>、はい、全然僕モテるんで。はい。いや、はい、<か>それモテていいじゃんかよ。うん、はい、何か。いや、別に俺モテないよ、とは、一言も否定してねえじゃん。あ,あそうなんです。そう、結構言ってるじゃないですか、俺のことに。ああ、でもね、こういう、ね、え、エクソのことをモテねえだろ、なんて言ったことないよ。いや、言ってる、言ってる、言ってますよ。言ってますよ。 はい。言ってます、ね、もう、もうそういうのさ、妄想で言うのやめて、俺、エクソがモテるとかモテないとかは、言ってねえいやいやいや。妄想じゃなくて、少なからずあなたは言ってるんですよ。あ、うん、俺らがモテるとかモテないとかって、あなた完璧に言ってるんですよ。んじゃあ、モテてんだったら、そのてってどうすんですかい,てていいじゃん。あのね。だから、その時ってどうやって反応するんですかエクソ。 なあなたがね、はい、モテてるんだったら、はい、佐野のな、はい、老人がよ、はい、またわけのわかんないこと言ってっけど、はい、俺はモテてるから、あんな言わせとかやいいやになんね。なん、なりません。そうやって、ならないんだ佐野さんの方が、えー、少なからず、俺の、ね、僕が言うより、あなたの方が、ね、僕なんかより、不特定出すの、 インターネットの配信でひ、苦しいんだよ、ね、このクソ。おめえブロックだよ。クソがよ。何言ってんだよ。自爆でやれや。ほら。クズがよ。はい、さよなら。僕はモテてるんです。いや、わかんねえけど。 もうん。バカだろ。何言ってんの売名しにき来ました。何言ってんのかなお、おいいよ。だから、あげるけど、うん。まあ、もう、今度大阪に行くんで、飲んでくれますかお断りしまーす。 はい。気持ち悪いんで。はい。メンチョ、そういうこと言っちゃダメよ。うん。エクソンはエクソンで頑張ってんだから。また上がってこようとしてるから。これ一回上げると、もう一回ブロックできるから。 あかんとなんかお前入れてんだよ、この野郎。クソがよ。やめなさいよ。自爆をやんなって言ってんの、俺は。俺んとこ来たって、もう十分俺んとこのリスナーはエクソって分かってんの、認識してんだから今更なんだよ。で、今更で、 エクソが枠を開けたって行かないってことはどういうことかってこと。わかるここに上がって、じゃあ俺んとこ来てくれよ。俺枠開けるわとか、今やってんだよ。だとしたら、そういうことよ。もう、 ごっと、ありがとう。心、一回会って話した方が、え、ちょっと待って。俺は別に全然スッキリしてるんだけど。俺別に喧嘩売ってないし。ただ配信頑張ってねって感じ。心君はなんか俺と誰かを揉めさせたい系だよね。常に。俺揉めてないよ。うん。 カウパー美刀、初見でーす。はい、ブロックでーす。さよなら、初見いらねえんだよ。よそいけ、こら黙ったろ、こら。クズがよ。ね、何がカウパー美刀だよ。クソ道程野郎がよ。ご提案考えてこい。 なろ今の会話を見てると揉めてるように見えますけど心さん心さんねあなたがずーっとお茶息を投げ続けて俺に何がしかを言ってるのはあなたが分かりますよね わかるよねうんだから小五郎さんのコメントはもうこれからは読まないようにしますお疲れさんです打つだけ無駄おつ <laughs> スネオちゃん、この手、おどーす。ラディコンブロックのタイミングがいや、こんなのおくだよ。コッコッちゃん、いらっしゃい。俺よ、やっぱよ、ハゲじゃなかったらよかったなと思うんだよな。歯はまあ、口閉じてりゃいいけどよ。ハゲは、 ちょっとなあでもハゲもウィーク買うってなあのー、行きゃいいだけだからハかどっちだサノに何が足りないか今の54歳のサノにうーん他に54歳レベルの配信者はいるか いるかいないかよく分からんけどうーん <laughs> 少なくとも10ぐらいは下だろまあ、10まではいかねえけど40後半とか。 お茶市も収益になるんですか知らないんだの。いつもそんなの確認はしてない、俺は。だって今月の、えっ、ー、と、5日に申告、申告っていうか収益を、あの、キャスに出したのが12万だから。で、厳選引かれて11万1697円だから。 うん、そうよ。まあね配信はこれからはどういう方向に向いていくのかは俺は知らねえよ。 ただその時にその時に合わせた自分の配信を合わせていけばいいんじゃない、うん、うまいこと俺はやってる方だとは思ってるけどね、うん、もっとうまいことをやればよかったんだっていうのはあるけどそこはね。 いやあ、チャンマン、もっとうまくやれや、って。ただ、間違ってはいないよ。まあ、チャンマンのことだから、えそでも、なんとかなんとかって言うんじゃねえのは、兄なんだろうけど。うん。なんだろうな。 だからさ、『うなちゃんまん』っていうこの名前自体が一人歩きしてるんだよ、うん。金儲けしようとしないまあうん1位にしてくださいとかイベントとか俺そんなの黙ってなるやつがなればいいんだよ。 ギャンガンうーん、まあ、いいんだよ、女の。ヨシウキ三脚禁止のラジコンになってる。その禁止がないかを突き止めろ。ラジコン。誰 うん、俺は逆にマズさんにあの、全てをあの、委ねてたけど言うこと聞かなかったからね一切おい佐々木いらっしゃい、うん、はいこんばんはうん 俺はねそりゃあ面重なだってお前らなここだけの話なぶっちゃけプリマベーラプリマベーラって言って分かるやつは分かるだろうけどあそこの家賃もマゼが払ってたんだぜ、うん 立川の家賃もマジカーじゃねえよそうだよ KW じゃねえよプリマベーラもうんマーデが払ってたよそうだろ だから俺はあえて言わねえけど禁止何人いたんですか俺にそれは分かんねえなすみへいらっしゃいはいい KW かっこよかったですね。あ、マンション的にまあ、家賃も高いしな。結構広々してたからね。今度、坊ちゃんと一緒に住むんだったら、まあ、そこまでとは言わないけど、あのぐらいのとこに住みたいね。うん。うん。 それ娘の部屋じゃねえかよ、この野郎。やめれや、ガーリック。早く新居配信が見たいです。いいよ、もう。やめれや。坊ちゃんまだ離婚してねえんだから。そっからの話だろうよ。この野郎。やめれ。なんか、こないだ、 坊ちゃん、香川に何か説教されてたら「ええー、と週に週に4回ですか4日もですか会ってるのそ,それはまずいですよ」とか言って「だからピロスキなああいうのはいいなまあ バイク吹かせってお前らに言われたからやっただけじゃんのかよ。うーんとうるせえな。マゼが囲いからアンチになったのは、あ、違う。アンチから囲いになったのはどんなきっかけなのか。やっぱ俺のことを面白いと思ったんじゃねえのインターネットの配信者の中で。うん。 うん。と思うよ。ただ、あの、思い通りにはできないなこ、このおっさんはって思ったんじゃないの。だって、まずさんって、俺より5歳ぐらい年下だよ。 56下だよ。うん金は持ってっかもしんねえけど。うん、そうだよ。え知らなかったみんなあの人47歳ぐらいだよ今。 47ぐらいだよマゼはマゼッコは47ぐらいうんああそう俺より全然若いんだようん上だと思ってんだからみんなそう思ってたな あの人ボンボンだから親父が作った会社をまあでも親父が作った会社をちゃんといまだにあの継続してるっていうのは素晴らしいよね体はなあ,あ50になったあ,あそっかじゃあ俺と4つ下かうーん そうそう。警備会社の社長でしょあとは、警備会社プラス、あのー、警察犬の関係の会社をやってて、わかるこれ、ヒロ。 警備会社やるってことは、どういうことかっていうと、そっちか関係にすごくディープに食い込んでるわけよ。盲導犬とか。わかるで、なぜ、マゼが俺に、あの、取らせたのか。うなちゃんマン JP で。 これが最後のチャンスですよ。ギャンさんと会わないんですか会うことはないと思います。大丈夫だよ、心。うん。あとは、マーレさんは、あの、福山通の社長とかでも仲いいし、あの人も警察犬、 の関係先と結構仲良くしてるからねハゲを連発してたのに過去になるもう分かんないだら面白い配信者がいなかったんじゃねえの他はうーん うなちゃんまんになんかなんかあったんじゃないのゴムベニゴムはいなくなったベニもいなくなった今長々付き合ってるのは兄貴だな うん。兄貴は、いつも。おはないかげいらっしゃい。およし。兄貴は、兄貴って言ってみんなわかるかどうかわかんないけど。ネギニキな。ネギマの兄貴な。うん。 明日、ギャンとダリルが飲むらしいんですけど、それは俺には一言も話は来てないんで、知りません。うんこちゃんの知り合いやろいや、わかんねえ、それや。うん リンさん、外部配信者あ配信やってる子なのねお疲れさんですおじさんはねもうふざけたおじさんですからあんまり関わんないほうがいいようんろくなことがないから俺と関わると <laughs> お前ら女子を守れやめろ佐野と絡んだらろくなことがねえぞってふざけすぎるとこありますから急にいやいつもふざけてんだろ俺はなあねえ もううるせえなコラボなんだようるせえなあげてやるよ何ああどうはいはいはいお前終わりはいはいなら何がエアガンんだよもうお前クソなんだからもう自爆やれよバカだエキソだろなあだって考えてみ いや、すいません、サノさん。さっきはすいません。もう一回、上がっていいですかぐらいの一言ないのなんだこいつ。ねえ。せっかく、レディースがよ、初見で来てくれたのによ。お前邪魔すんなよ、この野郎。おい。こら。 石心からヨッサン、いろんな人とコラボしました。金前さんたちに今月温泉誘われて緊張しております。え、行ってくれ、いいじゃん。うん、りんちゃん。行ってき。うん。いいんじゃないうん。 そっか、りんちゃんは、どこサイトでやってんのみんな見に行くと思うよ、うちのリスナーは。あたし、ここでやってるのって言えば。うん。場合なんか、まあ、どうでもいいんだけど、俺は。うん。 うん、分かんないけどあーなんか今日外飲みしてなくてもいいかな家飲みで。 うん、まだ配信8ヶ月でフワッチ第二の妻バニャンと言われていてふわっのトップを争うキャラそういうことかそっち系に行くのかまあまあ、うん、俺はそこはなんとも言えねえようん頑張ってやりや、うん、まあ金バイトからも 女性配信者は大概アウティなのが多いからね残ったやつ見たことねえなえー、そうなんですかいや俺のリスナーに聞いてみ金梅の とからんで残った女性リスナーでいるやつってほぼいないようんみんな消えていくだからさんちゃんもさ ふわっちで何がしたいかってことなのお金が稼ぎたいんだったら、100万円稼ぎたいか、200万稼ぎたいか、それを金培を使って稼ぎたいんだったら、やってみりゃいいじゃん。毎月な、100万200万稼げるんだったら、それでいいんじゃないね ある